2001年から2005年のアルア県、南部が2006年以降のアルア県、アルアでのサッカーアルア県は、ウガンダ北西部西ナイル地方中南部の県。今後民主共和国との国境貿易が盛んで、第二次今後戦争におけるウガンダ軍の侵攻拠点となった。アルアは、西ナイル地方の中心都市であり、県庁所在地であった。1960年代に北東部のマディ族の、 居住地が、ディ県として分割され、1974年に、アルール族の居住地の南部が、南西ナイル県に分割された。ゴッドフリービナイサ政権時の1979年に、西ナイル県が、県庁所在地名に改名されアルア県となった。2001年には、北部のアリンガ軍が、ユンベ県に分割され、2005年に北西部のコボコ、軍が、コボコ県に、 2006年にマラチャ軍とテレ5軍がマラチャ県に分割された。アルアシとアイブ軍、ブラ軍、マディオコロ軍の4つの軍が置かれている。知事に相当する第5地域議会議長はリチャード・アンダマである。2002年の国勢調査人口のうち2006年以降のアルア県分は413,113人。東にマギ県から分割されたアジュマニ県及び、 アチョリ地方のアムル県、西は今後のイトリ州と接する。ありがとうございます。